コメント来てます。カツイヤオーバーアンダーパスをよくするのですが、その使い分けが少々曖昧です。何かありますか、ということです。ありがとうございます。パス、いわゆる噛みつきパスとダブルアンダーパス、担ぎパスの、まあ、使い分けについてなんですけども、まず大きくはやっぱり腰、相手の、ね、腰の向き、ガード形態とかですかね。オープンガードで、これ距離感あるんで、まあ、あのダブルアンダーバーッといくこともあるんですけど、大体これ、このぐらいの距離あると相手にバレちゃうんで、対処されちゃうことがありますね。で、オープンガードでよく使うのは、まあ、トレアンダーパスのダブルレッグピンでショルダードライブ狙うんだけども、片方しかね、体重が乗ってないから1個しかでピンできなかった時に切り替える、オーバーアンダーに入りますね。で、オーバーアンダーで攻めてパスできればいいんですけども、コンビネーションで使いますよね。今これ入った時は相手の腰がややこっち向きだから、半身状態の時はオーバーアンダーに入りますね。ただフラットになった時にはダブルアンダーに移行できるので、抜けれないなと判断したときには内側からダブルアンダーに担ぎ、まあ、移行するっていう手順はありますね。スパイダーガードとかで、スパイダーの場合って相手がまあこう強いコントロールされてるときって半身なんですけども、自分がパスを仕掛けれるときっていうのは相手でこう足をちゃんと外したりして、まあ、もしくはこのコントロールが分かって脇締めて押し込んで、相手がフラットの状態ですよね。この時なのであれば、グリップカットしたらそのままね、相手が仰向けの状態なんで、そのまま担ぎパス移行することがあるんですね。ハーフガードとか、あのリバースデレイバーとか、常に半身のガード、いや半身のガードはやはりいきなりダブルアンダー担ぎに行くことになって、これはやはり相性がいいのは、おそらくリバースで今結構してる人は、あのガード形態が甘くなった時にこう担ぎパスに、ごめんなさい、噛みつきパスに入られる時があると思うんですけども、オーバーアンダー入りやすいですね。今半身だからこうですね。まあ、ただし変則として、このリバースで今かかっているのを足をね、こういうふうにワイプして一旦このような状態にしてあげるとフラットになるので、ここからはダブルアンダー入りますね。まあ、という感じで相手が腰が半身の状態だったらオーバーアンダーパスに入っていくっていうのが入りやすくて、相手がフラットの状態っていうのは担ぎパス、ダブルアンダーに入りやすいっていう形になります。で、基本的にはコンビネーションで覚えておくと便利であって、オーバーアンダーから入ったけどダブルアンダーに入っていく、スパイダーとかはね、ダブルアンダーからオーバーアンダーっていうのもよくあると思いますね。あ、ごめんなさい、こうですね。ダブルアンダー入ったけども相手がこう袖をグリップして、でこうよいしょと頑張ってる、こういうこう頑張るんだけど、こういう感じで粘っている状態ですかね。あ、なかなかいけないなと。で、まあ、その場合、やはり頭を落として、足をね、こうまたいで、近場のグリップをカットして、体重をかけながら手を抜いて、オーバーアンダーにね、移行して、まあ、攻めていくという流れもあります。いやー、今日のテクニック動画も勉強になりましたね。
勉強になったという方は、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録もポチッとお願いいたしますよ。